おはようございまっちょ、フォルテです。本日は、皆様からたくさんご要望いただいてたラフマニノフのプレリュードの23-5をちょっとね、譜読みしてみたいなと思いまっちょ。この曲自体は、まあ、弾いたことはないのですが、なんかちゃんと勉強みたいなのはね、したことあります。なんか一時期ね、プレリュードにハマって、死ぬほどね、弾かないけど、勉強したっていう形跡がございます。皆さん見てください。たくさん書き込みがあるよね。これ弾いてないんだよ。弾いてないけど、すごく勉強したんですよ。全く、これ自体は弾いたことないんですけども、弾こうと思って、一回耳で聞きまくって、勉強自体はしたことがあります。というわけで、まあ、あまりね、これはやりたくなかったんですよ。っていうのも、まあなんかかっこよすぎる曲なんで、早速、譜読みしていきたいなと思いまっちょ。もうほとんどね、これは結構覚えやすいんですよ、音を。でね、大体ね、もういろんな人の演奏聴きまくって、ユージャーワンとか、キーシーとかね、だいぶほとんどね、覚えてるので、同じ音ばっかなので、早く弾けよって思ってるかもしれないですけど、なかなか弾かないよ、弾くよ。謝罪を申し上げます、この撮影をするためにちょっと譜読みをちゃんとしましたちょっとだけ譜読みをちゃんと予習みたいな感じでちょっと譜読みをしました。勉強だけってちょっと格好つけたんですけど、まあ譜読みをちょっと撮影する前にちゃんとやらさせていただきました。まあヒーローになりますね、譜読みヒーローみたいな。嘘ついてすいませんでした。最初は格好つけて勉強しただけ、譜読みしてないと言ったんですけども、きちんと一応譜読みしました。よし、続き。この速さちょっと弾けないんですよ。結構ちゃんと譜読みしましたよ。この撮影をするためにみんなから言われたからちょっとカッコつけたかった許してください。格好つけて勉強しただけっていうのにしたかったんですよ。だからゆっくり弾きます。ここからがちょっと難しいんですよ。まだここから勉強してないです。どうです、ちょっとお読みしました。間違えた、ごめん。
というわけでね、冬美はこんな感じです。まあ、この曲は、この、じゃんじゃじゃじゃんのところは、結構強烈なインパクトを与えるんですけども、それ以上に、この、このね、メロディーティックな、あの、ところが、一番ね、和声が難しくて、左手がね、こう、例えばこういうところ。でも、ふよみ自体は簡単なので、息抜くにちょっとふよみをちゃんとやってみました。今、木枯らしと、これを練習しているので、まあ、これちょっとね、息抜き程度にやっていこうかなと思いますよ。というわけで、バイバイ。